ピーター・ジョン・コリンズは、イギリスの F1 ドライバー、裕福な家庭で育ち、父が買い与えた 500ccF3 レースで頭角を、表す。1952年に、HWM から、開1にデビュー、デビュー3戦目の、第4戦フランス GP では6位に入っているが、当時入賞は5位までだったため、ポイントは獲得していない。参加した6戦中、このレースを除けば完走しておらず、 最終戦のイタリア GP では予選落ちを喫している。その後も1953年は前年同様 HWM、1954年はバンウォール、1955年はマセラティから回一にスポット参戦したが特筆した成績は残せなかった。1956年編集1956年コリンズはフェラーリチームのドライバーに抜擢される。これにより 一気に飛躍し、第2戦モナコ GP では、AS のファンマヌエル・ファンジオとのシェアドライブながら2位に入り、初入賞を表彰台で飾る。すると、続く第4戦ベルギー GP では、予選3位から初優勝、第5戦フランス GP でもトップでチェッカーを受け、2連勝を飾った。これらの活躍により、最終戦イタリア GP を迎えた時点では、わずかながら、 チャンピオン獲得の可能性を残していた。イタリア GP 決勝では1ポイントでも獲得できればチャンピオンだったファンジオがマシントラブルに見舞われピットイン。これによりコリンズにタイトル獲得のチャンスが巡ってくることになったがその後自分がピットインした際ファンジオに自らのマシンを譲っている。これよりレースに復帰したファンジオはその後猛烈な追い上げで2位に入り ジャンベイラーを抑えてチャンピオンを獲得。コリンズはこのレースで優勝したスターリングモスに逆転されランキング3位でシーズンを終えている。チームメイトのルイジ・ムッソは地元 GP での優勝を目指しチームの指示を拒んでファンジオにシートを譲らなかったがコリンズは自分は若いからまたチャンスはあると AS のファンジオに無視の敬意を払った。この GP におけるコリンズの行為は 第一早々期におけるスポーツマンシップに基づく美談として現在でも話題に上がることがある。1957年、編集1957年ドイツ GP の表彰台。左より、コリンズ、漢字を、ホーソン1957年もフェラーリに残留するが、この年チームは不審に陥り優勝なし、コリンズも最高位は3位となった。コース外では、この年、 アメリカ人の女優ル・イーズ・キングと結婚。また、新たにチームに加入したマイク・ホーソンと親しくなり、親密な友好関係を築いた。1958年、編集1958年、戦闘力を取り戻したフェラーリ勢は、ホーソンを中心に校長をアピール。コリンズはリタイアが多かったが、第8戦の地元イギリス GP にて2位のホーソンを24秒引き離して独走し、 二年振りの勝利を飾ることとなった。しかし、ニュルブルクリンクで開催された第9戦ドイツ GP で悲劇が襲う。予選4位からスタートしたコリンズは、トニー・ブルックスのバングオールを追走して2位を走行していたが、11周目のプランツガルテンでややオーバースピードの状態でコースをはみ出し、横転した車から放り出され、立ち木に激突した。この事故で頭部に致命傷を負ったコリンズは、 病院に運ばれた時点ですでに息を引き取っていた。コリンズの後方でこの事故を目撃したホーソンはショックを受けてリタイアした。その後、シーズンはホーソンとモスの争いとなり、最終的にはホーソンが1ポイント差でチャンピオンに輝いた。しかし、親友を失ったホーソンは、自らの病気もあって、この年限りでレースからの引退を決意することとなった。ハンサムで、 社交的な青年だったコリンズは、フェラーリの総帥エンツォ・フェラーリに気に入られた数少ないドライバーの一人だった。エンツォの愛息アルフレードと仲が良く、1956年6月にディーノが病死した後は、フェラーリ夫婦から実の息子のように可愛がられた。コリンズは女優のルイーズ・キングに出会ってすぐ恋に落ち、一週間後にはアメリカに出向いてプロポーズした。 ルイーズと親友ホーソンも意気投合し、3人でプライベートを楽しんでいたが、エンツはそうした重速感がレーサーの腕を鈍らせると感じていたようだった。当時はレース中にチーム内でのドライバー相互間のマシンの交換が許されており、入賞した場合獲得ポイントはそのマシンを運転したドライバー全員にその人数で割った数が与えられた。 第3戦アメリカ GP としてインディ500が組み込まれていたが、形式的なもので、実質的には、第一チームの参戦は、ほとんどなかった。シーズン終了から約3ヶ月後、行動で自己死している。ありがとうございます。